はい、今回はですね、筋肉マンですね、テーマは派生技と改良技ですね。まあ、似ている技と区別しにくいものがね、個人的には結構あったりするんですが、まあ、早速いきましょう。まずはこちらからです。バスター系っていうことで、このタイプの技は結構多いですよね。まあ、派生技と言っていいのか、もはや別技と言っていいのか、ちょっとね、わからないやつもあったんだけど、とりあえずパッて出してみました。まずは筋肉マンなんですが、まあ、この筋肉バスターから始まりですね。まあ、ネオ筋肉バスター、これは天井に叩きつけるやつですね。バッファローマン戦なので使用していました。あと、まあ、口裂け筋肉バスター、これはスニゲーター戦のみかな。まあ、結構グロいなと思ったんですけれども、あとですね、サイド筋肉バスターというロープを利用したものもありましたね。これは悪魔将軍戦で披露していました。次に、まあ、筋肉マン2世なんですが、筋肉万太郎も、筋肉バスター系の技を使っていましたね。まあ、例えばですね、ターンオーバー筋肉バスターとか、あとマッスルグラビティというものがありました。で、まあ、このマッスル グラビティがバスター系最強みたいに風にね、そういう風に評価されると時が多いかなとは思うんですが、まあ、実際一度も破られていないんでしたっけね。あと、スカーフェイスがアルティメットスカーバスターというものを使用していましたね。これね、バスター系の技ではね、まあ、その筋肉バスターが一番好きなんだけど、その次に好きですね。はい。で、次にアシュラマン。アシュラマンも結構ね、多いです。まあ、アシュラバスターに始まり、改良アシュラバスター。そして、まあ、ブラッドユニットアシュラバスター。これはジャスティスマン戦で披露していましたね。あとは、これ、筋肉マン2世なんですが、アルティメットアシュラバスターですね。これは、まあ、アルティメットスカーバスターの派生技といった方が正しいのかもしれないんですが、次に、まあ、ネメシスなんですが、まあ、ネメシスも、まあ、ペルフェクシオンバスターというものを使っていました。あと、パイレートマンも一応、バイキングバスターというのを使ってたんだけど、これを派生技として、考えていいのかってちょっと分からんところありますね。とりあえず上げてみました。で、次にですね、コーカサスマンなんですが、まあ、これちょっとね、タイプ違うのかなとも、まあ、要はね、シトツ系も入ってるんで、要はエクストリームクエルノですね。見た目はなんか確かにバスターっぽいところはあるんですけどね、まあ、これがね、バスター系に入るのであれば、アルティメットバスターの次ぐらいに好きですね。はい。あと、まあ、G エクスキューショナーの、まあ、エクスキューショナーシックルバスターっていうのもあるんですが、まあ、さっき言ったように、このあたりも全く別系統の技かもしれないですね。あと、まあ、2プラトンについても触れておくと、まずはマッスルドッキングですよね。あと、まあ、バスターバリエーションパート5って、これダブル筋肉バスターのことです。で、バスターズドッキング。これはネメシスとポーラマンが使用していました。このあたりは、まあ、派生技と考えていいのかもしれません。あと、まあ、筋肉マン2世では、ニクラップとかね、これは、万太郎とケビンのザボッチャンズが使っていましたね。あとは、マッスルエボルシオン。これは、まあ、マッスルブラザーズムーブをカオスとで使っていた2プラトンです。で、次にドライバー系ですね。はい、まあ、筋肉マンで使用された、まあ、オリジナルホールドをちょっと紹介すると、まあ、筋肉マンは筋肉ドライバーがありますよね。あと、まあ、ネメシスのネメシスドライバーがあるんですが、この2つの技を派生技として考えていいのかっていうのは、若干ちょっと、上げておきながら疑問はあります。まあ、一応でもね、2つともドライバー系の技なんでね、紹介させていただきました。次にこちらですね、マッスルミレニアムなんですが、万太郎が使用している技なんですが、まあ、通常はロープを使うものなんですが、まあ、ロープが使えなくなったんで、マッスルミレニアムレングスというものを使っていました。これはね、ロープの代わりにリングにできた大穴で決めた、マッスルミレニアムなんですよね。で、次にタワーブリッジですね。主にロビンマスクが使用していたんですが、こちらもね、派生技がいくつかあります。まず、リバースタワーブリッジなんですが、こちらはジャンクマン戦なので使用していました。次に、まあ、ロープワークタワーブリッジですね。まあ、マッスルミレニアムと似ているみたいなところはね、ところどころで言われてるんですが、まあ、こちらはね、まあ、要は、手足がね、まあ、予言書燃やされて使えなくなった時にですね、まあ、ロープを使ってタワーブリッジを決めたっていう、そんな技ですね。はい。で、次にタワーブリッジネイキッドですね。これはまあネメシス戦で、まあ、タワーブリッジよりも威力のある、まあ、上位互換的な技ですかね。あとこれね、変形タワーブリッジって、これなんかアニメオリジナルで、要は両足でタワーブリッジを決めるとは極悪超人編でやってたかな。そんな技もありました。はい。
次にこちらですね、ジャンククラッシュということで、まあ、ジャンクマンが使用していたんですが、こちらもいくつか派生技ありますね。例えばジャンクキューブクラッシュ、あとオーバーヒートジャンククラッシュ、これはペインマンに決めていた技ですね。あとダブルフェイスクラッシュっていうものがあります。やっぱりあの基本的にね、ジャンクマンジャンクハンドのみで戦う戦闘スタイルなので、まあ、ジャンククラッシュの派生技が多くなりがちかなと思います。で、次にですね、クオーラルボンバーですね。はい。これはまあ、主にね、プチューマが使用していました。まあ、ザ・サムライの時にはですね、居合切りボンバーの名で使用したこともありましたね。で、派生技としては、ソードボンバーとか、まあ、クオーラルソードボンバーと言ってる時もあったんですが、これは剣山を、まあ、腕にね、くっつけてね、放つ、クオーラルボンバーですね。ちょっとなんていうか、反則っぽいやつなんですけれども。あとまあ、最近ね、バベルの塔でね、リバイアさんに決めていたターンオーバークオーラルボンバーなどがあります。で、あとこれ参考としてちょっと紹介したいんですが、マグネティカボンバーですね。これはね、サイコマンが使用していました。あの後でもちょっと言うんですが、クオーラルボンバーの派生技っていうのはちょっとおかしいんでね、こちらで紹介します。まあ、これは要はそのマグネットパワーを利用して相手をコーナーポストと、自身の腕で挟み込むように離すラリアットなんですよね。で、次に2プラトンなんですが、クロスボンバーですね。はい。まあ、あの、クロスボンバーの派生技がクオーラルボンバーかもしれないんですけれども、あの、というかね、あの、ここで紹介している技っていうのは、そのマグネティカボンバーの派生技といった方が正しいかもしんないですね。あの、クオーラルボンバーも含めて。要は、あの、まあ、このクロスボンバーについて言うと、マグネットパワーの他に、オプティカルファイバーで強化するバージョンもありますね。要は、まあ、オプティカルファイバークロスボンバーっていう名前で、ね、使ってた時もね、筋肉マン2世であったんですが、で、これらの技っていうのは、要は、そのマグネティカボンバーをヒントに開発されたんですよね。はい。で、次にベルリンの赤い雨ですね。まあ、これもちょっと派生技とは言えないかもしれないんですが、一応紹介します。ブロッケンの機関ですね。これはね、腕ではなく足を刃に変えて攻撃するといったもので、まあ、一撃は強力なんですが、ベルリンの赤い雨のように連発は困難みたいな技ですね。はい。ちなみにね、ブロッケンジュニアはアニメでは劇場版の方でしたかね、あのベルリンの赤い雨を足で使用していましたね。はい。で、次にスパーク系なんですが、まあ、マッスルスパークですね。まあ、技名こそ同じなんですが、使い手によって異なる点が見受けられてきました。まあ、派生というよりも世代を超えて完成させた技といった方が正しいんでしょうね。まあ、ある意味このマッスルスパークっていうのはアロガントスパークの派生技と言えるかもしれません。まあ、要は、峰打ち性能が重視されたっていう点でしょうかね。で、次に改良系についてちょっとね、主なものをね、ちょっと上げていきます。まずはこちらですね。はい。クオーラルスペシャルですね。まあ、改良技としてクオーラルスペシャルヌーボーというものが、ありましたね。はい。まあ、あのザ・サムライに扮したりとね、技名にフランス語を取り入れたりとね、まあ、国際色豊かなネプチューマンさんなんですが、まあ、クオーラルスペシャルの発展系で、まあ、頸動脈を圧迫する上に両腕の付け根を痛めつけるといった技でした。実質これで KO したみたいな感じですよね。まあ、最後はターンオーバークオーラルボンバーで、あのリバイアさん決めて倒していたんですけれども、で、次にこちらですね。はい。まあ、地獄の弾頭台の改良技として、カムイの弾頭台というものがあります。まあ、これはザマンを倒すために何億年も準備をし、弾頭台が外されることも何度も想定してきたみたいですね。で、その末にたどり着いた地獄の弾頭台の進化系と言えるものです。まあ、これはあの、ギロチンに見立てて、相手の首に添えた左足を右手と、右足でさらに押さえつけて、まあ、なんていうか、技をね、破るのを困難にしていたものですよね。はい。まあ、結局ザマンは破れなかったんですよね。で、最後なんですが、マッスルインフェルノですね。これの改良技が新マッスルインフェルノということで、まあ、マリキータマン戦でゼブラが披露していました。まあ、体を跳ね上げによるね、技の回避を防ぐため、両足と、右腕をクラッチして相手をのけぞらせた状態にするっていうのが特徴でしたね。まあ、結局なんていうかな、決めたには決めたんだけど、なんかこれもよく言われるけど、マッスルインフェルノはなんか威力がなんかちょっとイマイチなとこありますよね。はい。まあ、
まあ、今回こうやって上げたんですが、まだまだあると思うんでね。で、まあ、前の動画でも言ったんですが、学研の図鑑筋肉マン技がね、発売されるんでね、まあ、それをね、それで勉強して、またちょっとね、技の特集をね、していこうかなと思います。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。